こんにちは、鹿の間です。今回は秋冬のお洋服を紹介していきたいと思います。今までいくつかお洋服動画出してきたんですけど、韓国通販もしてほしいっていうリクエストがものすごく来ていたので、今回はソネノラさんという韓国通販で私がセレクトしたお洋服たちを着回して1週間コーデを組んでみました。で、そのメインの1週間コーデをする前に、お洋服単体での生地感だったり触り心地などを解説してから1週間コーデを紹介していきます。そして最後にとても嬉しい企画もあるので、ぜひね、暇つぶしとしてしかのまでゆっくりしていってください。それでは一つずつね、紹介していきたいと思います。早速始めていきたいんですけど、今日は風邪をひいてしまってて、ちょっと声が聞き取りづらいかもしれないんですけど、最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。まず最初に紹介するのはクロップドタートルネックです。クロップドパンツとか聞いたことある方いると思うんですけど、普通のね、丈よりも短めに作られてるものです。さらにアクリル素材なので保温性が高く、水もほぼ吸わないので、お洗濯した時はとても乾きが早いです。結構生地もしっかりしております。お次に紹介するのはフリルのついた大きな襟に上品なボタンが特徴的なビッグラッフルドットブラウスです。こちら生地もね、少々分厚くしっかりしているものでとても安心しました。小さなドットとフリルの相性が良く、とても女性らしいアイテムです。さらにスチームアイロンとハンガーで輸送できる商品でして、届いた時はシワも一切なく、クリーンカバーもついてて感動しました。なので届いてすぐ着用できます。お次に紹介するのはルーズボーダーダボダボニットです。名前のダボダボってだけに結構サイズはゆったりめです。こちらコットン 60% で、夏は涼しく冬は暖かいアイテムです。ボトムスを選ばないとても優秀なニットでございます。次はバルーントレンチコートです。嬉しいことにコットン 100% で強度が高く、長持ちしやすいアイテムです。シンプルなんですけど、胸元の個性的なデザインが特徴的で、とても可愛いですよね。肌寒い時期はさっと羽織れる定番のトレンチコートでございます。裏の生地もしっかりしているので、かなり長く使えると思います。お次に紹介するのはストリートラインのスウェットのセットアップでございます。 K-POP アイドルさんたちの空港ファッションを見てて、スウェット欲しいなってずっと思ってたんですよ。やっとね、理想のものが見つかりました。可愛いポイントがいくつかありまして、まずは白黒のラインです。そしてスウェットの下にシャツ着てますよみたいなデザインが可愛くないですか。生地もとてもしっかりめです。そしてパンツなんですけど、もうね、パッと見めっちゃ細いじゃないですか。いや、入るんかなと思ったんですけど、ちゃんと伸びるので入りました。お次に紹介するのはタータンチェックロングスカートです。ロングスカートは冬のコーディネートにとても使いやすく、とにかく楽ちんです。そしてしっかり部分裏地もついてるので、透けるなんて心配はいりません。お次に紹介するのはベーシックスカパンです。いい服を長く着れるようにというコンセプトで、累積販売率50万枚以上と、ソネノラさんの中でも特に愛されてるアイテムみたいです。スカートの中にパンツがついてるので安心ですね。もう鉄棒し放題です。そしてお次はコットンステッチ基本パンツです。ストレートでハイウエストな作りなので美脚効果抜群です。ボディカラーと異なった配色ステッチが韓国らしくて可愛いですよね。お次に紹介するのは裏バンディングロングジーンズです。シンプルで大人っぽく履けるストレートデニムで、シルエットが可愛く、さらにハイウエストで美脚効果抜群でございます。はい、まあこんな感じで一つずつ紹介してきたんですけど、気になるアイテムありましたか。今回はアウター1、トップス4、ボトムス5の全10アイテムありまして、全部で3万5000いかないぐらいです。そして今回の1週間コーデのコートがね、このトレンチしかないので、トレンチの着回しコーデみたいになっちゃうんですけど、改めてね、トレンチの魅力を知っていただけたらいいなと思います。それでは1週間コーデ始めていきたいと思います。月曜日のコーディネートはクラシックなモノトーンコーデです。ドットの可愛らしいブラウスに黒のスカパンを合わせて、甘すぎないかっこいい女の子をイメージしてみました。ブラウスの丈の長さはこんな感じです。インしてもごわつかないちょうどいい生地感でございます。襟のフリルだけじゃなく、袖のフリルも魅力的ですよね。可愛くないですか。フリルの生地がレトロ感あって可愛いですね。透け感はこんな感じです。私は白のインナー着てるんですけど、そんなに気にならないです。上からトレンチコートを合わせてみるとこんな感じです。ちょっと OL 感出るの分かりますかね。韓国のドラマに出てくる OL のファッションみたいな、違うかな。
曜日のコーディネートイメージは、栗です。ニットで大人っぽいコーデを決めかましたいときは絶対にブラウンがおすすめです。全体的に暗くなりすぎないようにアイボリーのボトムスを合わせてみました。丈感が短いのでインしなくても可愛いと思います。そしてニットとねトレンチコートの相性ってめちゃくちゃいいんですよ。特にトレンチの襟元から見えるタートルネックってキュンとしませんか？ブラウンが秋っぽくてやっぱ可愛いですね。水曜日はあざと可愛いビッグスウェットコーデです。ナイスカットってやっちゃいたくなるぐらいね、とても動きやすいスウェットです。上はダボっと、下はスッキリとしていて、メリハリのあるね韓国ファッション感が出てますね。どういう意味だろう。飛行機に乗ることが最近多いのでゆったりしたファッションがしたかったんですよね。木曜日は大人カジュアルなコーディネートでございます。ボーダーもデニムも定番だからこそおしゃれに着こなしたいですよね。暗くなりすぎないように明るめのブルージーンズを選んでみました。トレンチコートとデニムはとても相性がいいです。そして足元は重くなりすぎないようにパンプスと合わせたかったんですけど、今回厚底しか持ってきてないので最後まで厚底でお送りいたします。金曜日のコーディネートはクリスマスです。下がサンタさんで上がトナカイ的なロンドンガールのようなタータンチェックの可愛いロングスカートなんですが、トレンチコートと合わせると下からねスカートがチラ見えしてとても可愛いです。サタデイ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 。ロケットマン見ましたか？ロケットマンは置いといて、先ほど紹介したスウェットを使ったコーディネートです。ラフになりすぎないようにベーシックスカパンを合わせてみました。このスウェットめっちゃ着てる。ラスト日曜日のコーディネートは全部白です。最近流行りのワントーンスタイルの中でも特に地元の福岡で見かけるのが白でまとめたコーディネートです。まあ流行ってるのは福岡だけじゃないと思うんですけど、秋冬ってね暗めのカラーが多くなりがちですよね。そんな秋冬にホワイトコーデいかがでしょうか？はい、まあこんな感じでさぬならさんの1週間コーデ組んでみたんですけど、いかがでしたでしょうか？今までとは違ったスタイルとかも盛り込めたかなと思います。韓国の流行りのスタイルがプチプラで手に入るっていいですよね。やっぱ韓国通販はハマりますね。そして今回私が紹介したコーデの中でお気に入りの商品をコメントと概要欄の URL から応募いただくと、抽選で5名様に月曜日で使用したスリムジーンズベーシックスカパンをプレゼントいたします。今回の動画は皆さんの秋冬のコーデの参考になったらいいなと思います。それでは今日はこの辺にしておきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画で会いましょう。バイバイ。